沿岸砲沿岸砲または、海岸砲は、沿岸防御施設、海岸要塞に設置された体艦及び、水際防御用の大砲のこと。要塞砲の一種であり、16世紀から20世紀、中盤まで活用された。その後は役割を地対艦がミサイルや、陸戦と兼用できて、機動力の高い自走砲に譲ったが、21世紀に、おいても、 北朝鮮のような一部諸国は洞窟陣地などに固定、経営式の海岸砲を配備している。沿岸砲としての大砲の活用は16世紀のヨーロッパで開始された。ヨーロッパ諸国は本土や植民地の港湾防衛のために要塞を建設し、そこに沿岸砲を据え付けて大国の船舶を建制、撃退していた。沿岸砲は アメリカ合衆国や日本などにも広がり、攻撃対象となる艦船の防御力が高くなるにつれ、大光景化した。津島要塞などでは、戦艦の手法に匹敵する40センチメートル砲を設置していた。相手となる艦砲射撃と比較すると、陸上の要塞、陣地内に設置されるため防御において有利であり、動揺がなく、照準規船が長く取れるために照準。 砲撃精度が高くなる。射撃指揮所や弾薬工法より離れたところに複数設置することによる生存性の向上も望める。第一次世界大戦のガリポリの戦いではオスマン帝国軍が沿岸砲台と機雷を併用して英物の戦艦を撃沈した。第二次世界大戦の初戦オスロフィヨルドの戦いにおいてノルウェーは沿岸砲とその足とも言える。 陸上発射魚雷により、ドイツの十字二洋艦ブリュッヒアを撃沈して、政府、王室の首都脱出のための時間を稼いだが、ノルウェー全土の占領は防げなかった。対戦の激化とともに、各国は大西洋の壁に代表される沿岸防御設備を強化し、沿岸砲もノルマンディ上陸作戦などで使用されたが、戦局への寄与は少なかった。 これは都洋進行する戦艦の大規模化、それを支援する戦艦の防御力と艦砲威力の向上、さらに航空機による偵察や爆撃が行われるようになり、沿岸砲の効果が相対的に低下したことが影響している。第二次世界大戦後は各国とも沿岸防衛で航空機やミサイル、自走砲を中心とするようになり、対ソ連防衛で沿岸砲を重視してきた。 北欧の一部諸国でも、対艦ミサイルへの転換が進んでいる。日本においては、沿岸防衛手段として、江戸時代末期より意識されるようになり、各地に、台場が作られ大砲が設置された。明治中期以降は、東京湾要塞や津島要塞など、港湾防備、海峡封鎖目的の要塞が建設され、対艦兵器として、沿岸砲が設置したが、潜水艦、 航空機に対しては、効果がなく、配線と共に解体された。自衛隊は、沿岸砲を運用しておらず、死体艦ミサイル連隊を保有している。アメリカ合衆国においては、沿岸砲システムの開発は1794年により、アメリカ陸軍によって開始された。第二次世界大戦中も運用されたが、数軸国の艦船がその射程内に入ることもなかった。ため、 特に戦果はなかった。北欧諸国やソ連、それにドイツでは沿岸法は海軍の管轄であった。ありがとうございます。